それでは今治キャンパス獣医保健看護学科のウェブのオープンキャンパスを開きたいと思います。えー、保健看護学科の、えー、カリキュラムあるいは授業その他細かいことは今後 <coughs> 先生方あるいは生徒さんがいろいろと紹介してくれると思います。 まあそれでここに v b p についておっしゃって吉川先生というホームページの方に載っています文字で見たい方はこっちの方を見てくださいそれから獣医保健看護学科の YouTube がそこにありますので見直す人は ゆっくり見ていただければと思います。まあ、獣医学部えー、開設して5年目に君らが来る時にはなるということになります。えー、これまで。いろいろな形で獣医保健看護学科を、えー、紹介してきました。けれども、まあ今回は特に。 このベテリナリーパラプロフェッショナルという VPP というものを中心に紹介したいと思います遅れました獣医学部長の吉川ですベテリナリーパラプロフェッショナル獣医関連専門家と訳しましたけれどもこれは国際的な獣医の司令塔を 世界動物保健機関、えーまあ、通称では OIE と、えー、Office International e p i d i o t i c s という1924年ですね大半の国際機関は、えー、第二次大戦後国連の下でできているのが多いんですけれどもこれは第一次世界大戦の後にできた国際政府機関です。 今も180近い国地域が参加していますけれども、まあ、国際的な獣医のヘッドコーターです。まあ、ここが2016年から議論を始めて2020年にこの VPP というプロフェッショナルの人材の養成について国際的にメッセージを くれましたそれは獣医と社会をつなぐ専門家を養成してくれとそして2010年から国際的に獣医師のためのコアのカリキュラムを提示してきたんですけれども2010年に今度はこの「ベテ t e r i n a r y p a r a p r o という VPP のコアカリキュラムを 公表しました日本では現在この岡山理科大学獣医学部獣医保健看護学科がこれに応える日本で唯一の学科ということになっていますもう少し詳しくこの VPP という職域を見てみたいと思います えーまあ、国内外、あ、えと、ー、で言うように、えー、こういう専門家がいるのだという、まあ、ニーズが認識されその司令塔からメッセージが出たわけですけれどもそこに出てきているのが OIE のコンピテンシーガイドラインですね、for veterinary paraprofessionals という、まあ、獣医関連 <coughs> 専門家のための。えー まあ中身は、えー、BPP とは何だとなぜこういう存在が必要になったのかということと、えーまあ、専門家としての、えー、基礎的な資質として、えーまあ、獣医学的な知識そして、えー、獣医と一緒にやっていくための、えー、技術スキルですねそれから、まあ、社会と獣医をつなぐ つなぎ役としてのアティテュード態度とその適正性というこの KSAA というものが必要であるということで16科,16科目にわたるカリキュラムコアになるカリキュラムを示しまあその具体例なんかを紹介してあります。 まあ、なぜこう,いうのが必要になったのかその他に関しての獣医学教育の歴史背景については下にある YouTube に載っけてあります。まあ、これを受ける形になりましたけれども今治にある獣医学部は国際的なそういう機関からの要請と同時に 設置するときに内閣府から国家戦略特区によって国家のミッションを与えられましたそのミッションは2つあります1つは世界に貫たる先端ライフサイエンス研究を行う国際的な教育拠点になれということもう1つは感染症に関する危機管理 水際対策のできる国内外で使える人材を育成しなさいということでした。まあこれの詳細についてはまた下にあるように獣医学教育のミッションとポリシーということで YouTube にすでにのっけてあります。まあこれを受けてこの学部を作るにあたって。 考えましたそしてこの4つのキーワードを、えーまあ、基本にしようというふうに考えました。対、え、外、ーまあ、的には「ワンワールドワンヘルスワンメディシンという3つに言っていますけれども、えー、基本はここにある4つで「ま n e m e d i c というのは、えー、動物から人へというキーワードですけれども、えー、獣医療と人の医療を融合して 動物を用いた臨床研究の成果を人の治療につなげる研究をしようということです。からワンヘルスというのは国際対応を含めてですね人種共通感染症あるいは国を超えてくる家畜の国際感染症の防疫あるいは食の安全の評価管理といった国際対応のできる獣医師 VPP を要請すると。 ということですまあ一般には人の健康だけではなくて人の健康のためには家畜の健康野生動物の健康そして環境の健全性という一つの健康が必要であるということになっています。から3番目はローカル対応で、まあ えー、北海道、えー、本州、九州には獣医大学があるけれども四国にはないということで、えーまあ、四国の、まあ、地形的隔離を利用した感染症の、えー、地域の封じ込め、ゾーニングの支援をしようと <laughs> まあ同時に、えー、災害避難拠点あるいは水産、畜水産 産業振興支援を行いたいということで危機管理あるいは学術支援拠点としての役割を果たすとそしてミッションの一つであるライフサイエンス研究生物の多様性環境保全動物と人の健康を科学して創薬などのライフサイエンス分野の研究者あるいは研究支援者を養成すると。 えーまあ、地球上に、えー、生きている、えー、微生物から人まで、えーまあ、一つの世界に生きているんだと、えー、人だけを特別視しないで、えー、微生物も動物も人も、えー、同じ、えー、一つの世界を共有しているという考えを持とうと、まあ、それを、えー、基礎の生命科学の研究に生かそうというまあ。 ミッションに対する大学の基本ポリシーということになります。でまあ、その中で今日は獣医保健看護学科の話を中心にしているので獣医保健看護学科の人材育成のためのカリキュラムシステムをどういうふうにしてあるかということをちょっと説明したいと思います。まあ、詳しい えー、獣医学教育の、えー、体系、その成果については、あるいは、えー、具体的にどのような、えー、カリキュラム、あるいは <laughs>、えー、卒業のための、えー、プロセスが待っているかということに関しては、この下に2つの、えー、YouTube があるので、えー、時間があれば見ておいていただきたいと思います。 まあここは、えっと獣医と、えー、獣医保健看護学科、えー、同じ学部で作って、えー、90人近くの、えー、1000人の教員が、まあ、両学科を教えるという体制をとっています。したがって、えー、学部の共通導入科目群ですね基盤教育基礎外国語科目は、えー、獣医も獣医保健看護学科も、えー、共通に 同じクラスで教えるという格好になっています、まあ、その後 VPP の基礎系の科目と VPP のコアの科目が1年後半から始まってきますまあ、基盤教育は VPP としての基盤教育コアは全ての学生共通に学ぶ動物看護をベースとしたコアカリキュラムになっています 動物看護のコアカリキュラムプラス地区水産あるいはキャリア科目群があって3年後半から4年にかけて基盤とコアが終えた後と3つのコースというか3つの領域に分かれますアドバースト科目群必修選択ですけど実験動物科目 これはまあ出口としては実験動物の一級技術者の資格を取るとそれから、えっと、公衆衛生科目としては、えー、まあ食品衛生管理者あるいは国家公務員地方公務員、えー、特殊技能としては人工、えー、家畜人工授精士のようなものがありますそれから高度獣医看護科目としては、えー 動物特に小動物、愛玩動物の、えー、看護師という形で、まあ、基本的には共通に、えー、看護の小分かりキュラムを学んだ上で、えーまあ、それのスキルアップをするグループ、えー、上に、えー、ライフサイエンス用の実験動物あるいは公共獣医師の公衆衛生科目を、えー、専門に学ぶと。 いう必修選択科目があって、えー、卒業していくと。えーまあ、出口には、えー、人工授精師あるいは、えー、国家資格ではないですけども実験動物の一級技術者試験あるいは、えー、国家試験になる、えー、愛玩動物、えー、看護師試験といったようなものがあります。えー、まあ 1>, 1年から4年まで、まあ、この外にステップアップの英語教育それからステップアップの公務員教育といったようなものがつながっているので、まあ、かなり厳しいカリキュラムになっています、まあ、コロナの中で1年間もう1年を過ぎましたけれどもロックアウトをしないで シェルターとして学生を守る大学にしようということでやってきました。まあこれは親御さんに安心してもらいたいという1枚のスライドです。まあ、昨年2020年3月から今治キャンパスは基本的にロックアウトしないと。むしろ大学をシェルターにして学生を 守ろううという戦略にしましまたそして3月23日から独自にアクティブサーベイランスを始め学生教職員の行動健康状態を全て把握するというところから始めましたそして感染症部会を設置してガイドライン、まあ、行動規範分かりやすく9つあったのでモーゼの実態にしました。 からキャンパスは開放するとそして学生を守るシェルターになるというのでまあ、大会に浮かんだノアの箱舟のようなものであるということでまあ、下の図にあるように下宿あるいは自宅と大学の間のシャトル生活をしてくださいと赤で9つのまあ、実会そしてそれぞれの生活エアリアという ことで、えー、まあ遠隔事業と分散対面事業のハイブリッド事業をやってきました。えー、春1が終わって2021年春2学期からは全面的に分散対面事業を試みることで計画をしています。まあどのような手段で、えーまあ、家畜の方で言えばコンパートメンタリゼーションと言いますけれどもまあ 一定の組織を封じ込めるシステムですけれども、どんなことをやってきたかというのは、そこの大学シェルター、視聴者への報告という <laughs> YouTube に載っけてあります。興味のある方は見てください。 それで、ディプローマーのところに入りますけれども、まあ、じゃあ、先ほどちょっと言いましたけど、獣医保健看護学科のまあ卒業、なぜここに VPP というものが国際的に要求されるようになったかということを含めて説明したいと思います。まあ、獣医学は、基本的には生命科学、ライフサイエンス研究ですね、繰り返しになりますけれど、ワンワールド。 だから公共獣医師としてのワンヘルスと、えー、臨床獣医としてのワンメディシンの、えー、人材養成を均等に行うということで、えー、そこの図の右の方にあるように、えー、ワンワールドワンヘルスワンメディシン、えー、まあ今治は獣医学部も、えー、国のミッションあるいは国際的な、えー、ミレニアムディベルプメント・ゴールズとか今は 次の第2期に入った、えー、サステイナブルディベロップメント・ゴールズになっていますけれども、えー、こういう分野に応えるのを一、まあ、対一対一で育てるという、まあ、考えでやってきました、まあ、しかし近年ですね、えー、医学部薬学部型のような、えー、まあ9割基部が臨床になるあるいは9割以上が薬剤師になるという メインストリートで左右に分かれているワンワールドあるいはワンヘルスの部分が非常に、えーまあ、細ってきたと、まあ、近年世界的に医学薬学と同様に臨床特に愛玩動物臨床に留意、えー、というのが特化し始めてきてしまったとでなかなかその傾向をこう緩和することができないという危機感が国際的にも出てきてですね 国際機関は先ほど言ったように OI が VPP という新しい専門家を作ろうと、まあ、それを足して元の3つの柱の方に持っていこうとあるいはアメリカのように37年ぶりに3つの獣医大学を政府が州ではなくて政府が作るとあるいはまあイギリスも3つの大学を、まあ、アジアも香港をはじめ台湾あちこちも大学を作っています。 まあ獣医大学を新設するという考えと VPP を専門家として育てるという、まあ、両方の動きになってきて、まあ、今治はその両方をいっぺんにやろうということを、まあ、考えたということになります。えーまあ、一期生がついに4年まで来ました、えーまあ、3つの方向に育てたいということで。 まあ、企業の内々定をもらったところもありますし、まあえー、国家公務員の試験が始まって1期を通った学生も出ていますけど、まあ、今のところ、えー、大学院が大体2割、<laughs> えー、国家地方公務員、共済を含めて3割、えー、小動物病院が3割、えー、企業研究所が2割といったような感じで、えー、行き先が徐々に決まっております。まあ、次回の オープンキャンパスの頃には決まったところから含めてどのようなところに行っている格好になるのかという報告ができるかと思います。まあ、この辺りの国際戦略等については4年生の VPP に選択必修で教えている動物危機管理の一番最初の獣医学教育危機管理というところに YouTube として載せてあるのでやはり時間があったら見ていただけるとありがたいと思います。まあライフサイエンスに関しては昨年3年生で受けれるので1級の実験動物技術者試験があって5人以上の受験者を送り込んだ大学の中では断トツの成績88%という合格率で。 一級の筆記試験に通ったというのでまあ、獣医保健看護学科の先生学生、えー、非常に頑張ってくれているということですえあ、これが最後のスライドになりますまあ、えー、合格してくださいぜひまた今治キャンパスで会いたいと思います まあ、コロナウイルスに関しては、えー、下の2つのところで、えー、シンポジウム、あるいは、えー、講演をした記録がありますので、まあ、コロナに興味のある人は、えー、YouTube を見ておいてください。それでは終わります。